多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第142回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さん、はい、今日も頑張っていきましょうね。はい、お願いします。はい、本日のテーマはこちらとなっております。美容サロンを展開しています。集客を強化するために SNS での情報発信を強化していくか、ウェブ広告を強化していくかで悩んでいます。どのように考えたら良いですか、ということなんですけども、なんかあれですよね、この高木さん、経営者ブログとか SNS での情報発信のことについてはお話しされてるかなと思ったんですけど、はい、今回ウェブ広告を強化していくかっていう、まあ、新しいテーマというか感じになっているので、うんうん、はい、ちょっと総合的にまたそういうところもお話しいただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。なるほど、はい。まあ、これはね、難しい問題だと思うんですけど、はいはい、SNS での情報発信をこう強化していくのと、あのウェブ広告を使ってね、集客をしていくのって、なんて言うんでしょう、その集客効果がこう出てくる、効果が生まれるまでの時間っていうのが、僕は全然違うものだと思うんですよ。ははなるほど、はい。ウェブ広告っていうのはこう運用するとこうすぐこう結果が出てくるもので、その代わりに、まあ、当然なんですけど結構なお金がかかるじゃないですか。なんか代表的なものってリスティング広告とかそういうやつですかね。まあ、リスティング広告もそうだし、例えばその SNS 広告もあるじゃないですか。あの興味がありそうな人にこう表示させていく。ああ、ありますね。だから美容がね、こう興味がある人に対してその広告を表示させれば、それ短期的にこう集客につなげることができるんですよね。はあ、はあ、はい。だから短期的なこう集客っていう観点で考えたら、ウェブ広告っていうのはやっぱりこう強化していった方がいいわけですよ。おお、はいはい。でもそれってずっとお金がかかり続けてしまうので。そうですね。まあその経営的なね、側面で考えると、まあそれ減らしていきたいじゃないですか。まあそりゃそうですよ、はい。だからウェブ広告だけでもやってると結局そこって減っていかないんですよね。ああ、一生かかるものなんで。そうですね。だからじゃあどうするのかって考えた時に、 SNS での情報発信とかっていうのは、例えばこうインスタを更新するとかね、ほうほう、やっていくと短期的な効果ってほとんどないじゃないですか。まあそうですね、はい。まあなんかね、バズっちゃったりしたら話は別なんでしょうけど、はいはい、そういうねケースを除くとすぐには結果出ないんですよね。まあそれはそうですね。ただこう段階的にフォロワーが増えてって、大きな効果が出てくるみたいなものなわけじゃないですか。そうですね。で、何年かかけてじゃ育ててることができたときに、ウェブ広告との違いは、まあまあそこにお金がかかんないことなんですよね。ああ、確かにそうですね。だからもう積み重なってきたこうフォロワーとか投稿してきたコンテンツっていうのが、まあ、ストック下げていくわけだから、はい。まあ、資産になるじゃないですか。ああ、そうですね。だから3年後とか5年後とかそういう時間軸で考えた場合って、うんうん、そこで蓄積していくことって大事だと思うんですよ。はあ、はあ、だから今回言っているそのウェブ広告を強化していくっていうことと SNS で情報発信強化していくことって、まあその集客するっていうね目的は多分同じなんでしょうけど、はあはあ、こう時間軸は全然違ってくるじゃないですか。ああ、そうですね。だからちゃんとそこは切り分けて考えた方がいいと思っていて、その短期的に上げたいのか、あは、でそれともこうね中長期的にこう効率よく獲得していきたいのか、あは、でできるんだったら、まあ、両方ともやるのがベストだと思うんですよ。あ、まあ、短期的な、まあ、売上とかを狙っていきながら長期的な顧客を獲得していくためにっていうことですね。そうそう、やっぱりウェブ広告入れてこうお客さんを一定の確率で獲得できたら、はい、まあ、これってこう経営的にはいいじゃないですか。お客さんがちょっと減ってきたから今月はここに広告費入れてこれぐらい取ろうみたいな計算ができるわけですから。ああ、そうですね。だから決して悪いことじゃないと思うんですよ。はは、だけどそれだけだと結局ね、こう広告をかけないと集客できないってことになっちゃうし。ああ、はい。それってすごいお金がかかるわけじゃないですか。そうですね。で、まあそれでもいいよって言うんだったらそれでいいと思うんですけど、はいはい、
まあ、私だったら、まあ、短期的にはそういった広告で取っていきながら、こう時間の経過とともにその広告の依存度を下げれるように。だから10万円かけてたものが3年後とかにはだから3万円とかまで減らせるよとってなるように、こう SNS への情報発信とかっていうのをこう蓄積していくような感じですよね。こうなんか段階的に移行していくっていうところはやっぱ大事かもしれないですね。であとは私たちの会社でもこうウェブ広告って結構いろいろ使ってるわけですよ。おお、あ、そうなんですね。で、あの思うのはそのウェブ広告は同じような会社が結構同じような内容で入れてるんですよね。はあはあ。でこう広告クリックしたら、なんか例えば美容サロンだったらこうなんかメニューのね紹介とかのページに行くわけじゃないですか。はいはい、ありますね。でもそういうのって他の会社もやってるから、あのそこだけ見てもなかなかこう判断できなくて、はいはい、必ずその他、あ、その見たお客さんって比較をすると思うんですよね。ああ、そうですね。でそういう時にだから広告でね使うようなこう売り込みのねページだけだとなかなかその判断できないし、ね、みんな同じようなこと言ってるから比較ができないと思うんですよ。ああ、そうですね。だからこう価格面とかでこう比較されちゃうと思うんですね。はいはい。でもこう SNS とかの情報発信していくと、例えばこうスタッフがね投稿してたら、どんな人がサービスやってくれるのかとか、はい、なんかお店の雰囲気どんな感じなのかとか、なんとなく伝わってくるものがあったりするわけじゃないですか。ああ、そうですね。だからあのそういうのがプラスになってこう広告の効果が上がるみたいな、ああ、いやそんな影響もあるわけですよね。確かにそうですね。その Facebook 広告とかもたまに見たりするんですけど、とっつきやすいというか、このサロンに入ったらすごい自分が良くなるんだっていうのは最初の印象としては分かるんですけど、そのお店の中が見えないというか、うん、どんなお店の中で施術を受けられるんだろうなとか、そこら辺が分からないので、最初のこう一歩目というか、そこら辺が踏み出しにくいのかなっていうところあるのかなと思いますね。いや本当そうで、その美容サロンってこう、はい、サービス業じゃないですか。典型的なサービス業なので、結局一回お店に行ってこうサービス受けてみないと、そもそもどんなサービス品質なのか分かんないし、どんな体験なのかも分かんないじゃないですか。そうですね。こうなかなか選びにくいし、はい、相手もこう警戒しますよね。だってどんな商品か分かんないんだから。そうですね。 そうで、そこを信頼してもらわなきゃいけないわけじゃないですか。はい。で、あの今のこう美容サロンの業界って、多分その提供してるサービス自体には大きな多分違いってないと思うんですよ。いや、技術の違いとかあると思うんですよ。でも技術の違いなんて分かんないじゃないですか、受けてみないと。まあそうですね。だからあらかじめ提示するってなかなか難しいと思うんですよ。はあ。でだからそれをこうサービス紹介ページとかでただ言ってて説明しても伝わらないと思うんですよね。ああ、そうですね。だからよりその SNS での情報発信の重要性ってあると思っていて、うんうん、いや私はねこんな思いで日々施術してるんですよとか、はい、もしくはねこうどんな感じでお客さんに接してるんですよみたいなのが、なんとなくでもこう SNS の日々の情報発信から読めたら、それでお客さんがね、サービス品質とか体験とかっていうのをイメージしてくれて、安心してこう利用してくれるわけですよ。ああ、そうですね。だから特にこう競争環境が今ね厳しい美容サロンの業界だからこそ、こう SNS による情報発信みたいなものが、まあ、地道なんですけどね、やってた方がいいんじゃないかななんて思いますけどね。そうですね。ありがとうございます。最初の質問に立ち返りたいなと思うんですけども、はい、このまあ美容サロンを展開していると思うんですけども、うん、その例えば SNS での情報発信をするときには、まあ、どんなツール、まあ、具体的ないろいろあると思うんですけど、 YouTube とか Twitter とかいろいろあると思うんですけど、どういうのをピックアップしていったらいいのかっていう、はい、おすすめって言ったらですけども、あるんですかね。まあ、どうなんでしょうね。あの、はい、インスタなんかがあのバランスいいんじゃないですかね。あ、はい。まあ、画像はねメインなんでしょうけど、あの文字も結構投稿できるし、はい、動画も最近こう強化されてきてるじゃないですか。そうですね。でターゲット層も、まあ、美容つってもね何歳ぐらいの人相手にしてるか分かんないですけど、まあ、比較的こう女性、若い女性とかっていうのはこうインスタ使ってるケース多いわけじゃないですか。だから、まあ、インスタなんかはおすすめできますよね。あ、確かに写真とかもね、写真が上がったりとか動画が上がったりとか、視覚的にどういうのがお店なんだろうなっていうのは分かりますね。うん。でただまあ私の経験則でいくと、皆さん結構ね、はい、ツールこだわるじゃないですか。ああ、そうですね。はい。だけど、
まあ重要だと思うんですよ。重要だと思うんですけど、例えば同じ印刷買ってても全然結果出てない、ね、お店もあるし、でも結果出てるお店もあったりするじゃないですか。ありますね。で、じゃあそれがこうツイッターだったらどうなのかとか、はい、こう最近だとね、TikTok なんかどうなのかとか、いろいろあるわけじゃないですか。はいはい。でも大体ね、結果が出てるパターンと結果が出てないパターンってあるんですよ。あ、そうなんですね。じゃないと、そもそもその、誰がやっても結果が出ない SNS なんかだったら、みんなやらないわけじゃないですか。はい、まあそうですね。だから僕はね、すごい思うんですけど、はいはい。結局そのツール選びっていうのは当然ね、ちゃんとやった方がいいんだけど、はい。そもそもこう、選んだツールの活用方法が、なんか正しくないとか、あ、もしくはそもそも努力が足りない、はいはい、例えばこう更新頻度がね、そもそも月に1回ですとか、そんなんだとこうどんなツール使っても成功する確率って低いと思うんですよ。まあそうですね。だからそこをね、もうちょっと考えた方がいいのかなと思いますよね。確かに、なんかこういろんな、まあ、インスタであったりとかツイッターとかもこういう攻略法みたいな本ってありますけれども、うん、実際それを真似したからといっていいわけでもないし、多分そのお店に合った出し方とかもあると思うんですよね。なんかそれを自分で試行錯誤していく、まさに高木さんおっしゃってましたけど、自分のお店に合ったも出し方は何なのかっていうのを研究していくというか、失敗してもいいから研究するっていう姿勢は大事かもしれないですね。うん、それ絶対必要だし、はい、あのそもそもその頻度が足りないっていうのが結構多いような気がしますけどね。ああ、はは。更新の頻度、はい、がもう絶対的に足りてない。だから例えば、はい、もう私なんかよく言うんですけど、あの SNS とかやってる会社さんに、はい、で1週間に1遍とかの更新さえしてない、はあ、もうねそれ効果出ないからやめた方がいいと思いますよ、つって時間を別のことに使った方が、はい、多分生産性高いと思うんですよ。ああ、そうですね。そうだから必ずね、その週に1回やれます、まあ、週に1回って本当最低だと思うんですけど、はいはい、あの SNS の本って私も結構読んだんですよ。ああ、そうなんですね。やっぱり皆さんね、あの1日1回とか1日3回とかこう書いてるわけですよ。はいはい。でだから多分その頻度があって、その次に今度はこう発信する情報の質とかになってくると思うんですよね。ああ、もう頻度が足りなきゃその質がどうこうとかって言ったって、何が当たるかもね、そのサイクルがそんなに速い速度で回せないから。ああ、そうですね。SNS とかをね、活用していこうと思うんだったら、まずはその継続的に、こう、ある程度の頻度で発信すること。はい。これをね、最優先した方が僕はいいと思いますけどね。ありがとうございます。もう時間が近づいてきたんで、最後の質問なんですけども、はい。そのウェブ広告を強化していくっていう方も、まあ一つの選択肢として、まあ考えられると思うんですけれども、はい。ウェブ広告の会社って、まあいろいろいっぱいあるじゃないですか。はい、その自分たちに合ったそのウェブ広告を選んでいくときのポイントってあるんですか？会社さんを選んでいくときのポイントってあるんですか？これはね、なんか私の経験で、うちの会社もそうやってこう外部に委託してるんですよ。はいはい。だけどこう正直、あの依頼する前にうちと合ってるかどうかって、はい、あの見極めるのは非常に難しいなというふうに思っていて。ああ、そうなんですね。っていうのは、だってウェブ広告ってね、そもそもどういうもんなのかっていうのが、ほとんどの人ってわからないじゃないですか。いや、僕も全然わかってないですね、あんまり。そうそう、だからその段階で説明を受けても、まあ、言葉も難しいし、はい、判断しにくいと思うんですよ。実感も湧かないというか。うん。だから、あの逆に言ったら、ミニマムでまず依頼できるところっていうのを、宇宙だったら抽出して、おお。で、まずはこう、依頼してみるってお話だと思うんですよね。はあ、はあ、はあ。でそれで、あの相手からこうレポート出してくれたりね、はい、こうちょこちょ こうやり取り、これはこういう風に改善した方がいいみたいな、はい、くれる人もいますし、はは、安いけどだからそういうの全くないははこう人もいるわけですよ。はは。でそれがだからどれが合うのかっていうのは正直その人それぞれじゃないですか。ははそうですね。で当然なんですけど、やっぱりこう手間をかけてくれればくれるほど高いわけですよ。はいはい。まあ、会社が大きいとかそうじゃない可能性もあるんで、そこは気をつけなきゃいけないと思うんですけど。はいはい。で、それどこがいいのかっていうのはね、だからそういうのを多分実際やってみて、はは、まあ、業種もあるじゃないですか。はい。この業種にはだから強いけど、この業種には弱いみたいな、やっぱりこう、広告会社っていうのもあるみたいなんですよね。ああ、そうなんですね。うん、だからそこで、こう、実際にやってみた感じの、こうね、やり取りの感じとか、こう、結果、まあ、1件あたりいくらで取れてるかみたいな、そういったところをちゃんと、はい、記録して、それを踏まえて、まあじゃあここにお願いしようっていうのをね、あの中長期的に見つけるのがいいんじゃないですか。まあ、確かにその発注してみて、その自分自身の知識もこうだんだんついてきて、
次発注するときはこういうこと聞いてみようかなっていう、なんか自分の視点がこう鋭くなっていくというか、そういう意味でもこう何かをこう発注していく、いろんな会社に発注していくっていうのはすごい大事かもしれないですね。で今はフリーランスの人でも結構そういうのを受け負ってくれる人っているわけですよ。ああそうなんですね。でこれはやっぱり法人に依頼するよりも、はい、そのフリーランスの方に依頼した方が金額としては結構低いケースが多いですよね。はあはあ、でそういう人もね、そういったウェブ広告の会社に勤めていた人が独立してるとかっていうケースがあって、はあ、でそういうフリーランスの人たちでチームを組んでるとかっていうのも結構今の時代あるんですよ。あそうなんですね。だからそういう人たちをうまく見つけることができたら、こうコスパ低くね、まあその質の高いサービスを受けられる可能性っていうのもあると思うんで、まあそんなのにチャレンジしてもいいんじゃないですか。結構あれですね、迷いそうですけども、いろいろ自分で試行錯誤してみて、いろいろウェブ活用に頑張っていってほしいなと思いました。はい。はい、ありがとうございます。本日は SNS での情報発信とウェブ広告での活用方法について教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。